MLB、ドジャース3、2レッズ、5月19日、日本時間20日、ロサンゼルス、レッズとの4連戦4戦目に、ドジャースの大谷翔平投手が、2番、DH で先発出場。2試合ぶりのヒットを放って4打数2安打、延長10回にはライト前に値千金のサヨナラ打を放った、大谷のサヨナラ打はメジャー4年ぶり2度目で移籍後初。本拠地のファンは総立ちとなり、熱狂に包まれた、 試合後は仲間から大量の水を浴びて笑顔満面、インタビューでもなんとかヒットで終わらせたかったと笑顔がはじけた映像、大谷、劇的さよならだの瞬間前日の試合は同僚、ベッツが休養日で移籍後初めて1番 DH で出場したが、この日は再び指定席の2番に座った大谷。 その第1打席は1回裏、一死走者なしの場面、レッズの先発は2022年に1試合で39球の100マイル超えを記録、MLB 最多記録、したことのある剛腕グリーン。大谷はカウント1月2日からアウトハイ99マイル、約159キロ、のボールに完全に振り遅れる。らしくない、空振り三振に終わる。 第2打席は西からベッツがヒットで出塁して走者1塁の場面で回ってきたが、1月1日から高めの変化球に手を出してレフトフライ。5回裏、西2塁で回ってきた第3打席は0の2からスライダーが左足をかすめる四球で出塁。第4打席は同点の8回裏、先頭打者として回ってきた打席で瞬速を生かしてファーストへ内野安打を放ち、2試合ぶりのヒットを記録した。 そして第5打席は延長10回、2、1、2塁のチャンスからライトへサヨナラタイムリー。試合後には、単打でいいので、なんとかヒットで終わらせたかったと喜びを爆発させていた。ドジャースは4回裏、1、1塁の場面で5番パフェスに先制のツーランが飛び出すも5回に先発のナックがレッズの8番エスピナルにレフトへタイムリーツーベースを浴びて1点差に迫られる。 さらに終盤7回には一死満塁から変わったばかりのベッシアが痛恨の押し出し支給を与えてしまい、同点に。しかし延長10回にさよなら勝ち、貯金を15とし、ナ・リーグ西地区の首位をがっちりキープした。